体重100キロバツイチ小持ち MC 森江です。本日の駅前リポートは滋賀県大津市にあります京阪電車坂本比叡山口駅にやってきております。ちょっと近代的な作りの駅ですね。本当にね、まあ、なんか駅名が変わって坂本比叡山口駅、もともとは坂本駅だったんですかね。そんな駅名だったんですけども、現在は坂本比叡山口駅というふうになっております。坂本幼稚園のと中学校のなんかこう飾ってますね。5歳児って書いてる。上手だな。すごく綺麗な絵ですね。いいですね。この梅雨にぴったりの虹の絵が描かれてますね。そして石田三成、なんかキャラクターが描かれてますね。ここはね、あの人がおられる駅です。終着駅ですね。ここのね、もう今ちょうど電車止まって、あ、自動販売機で見えにくい、はい、止まってるんですよ。ここね、階段があって2階なんですけども、上がれそうで上がれません。鍵がかかっております。上はこれ何なんでしょうね。なんか通路もあるんですけども、何のスペースなんだろう。京阪で行く京滋観光、まあもうこの辺はもう本当にあれやこれやといろんなものがございますが、坂本比叡山口と名前ねついてますけども、やはり日吉大社すぐですね。そして坂本ケーブルを通ると比叡山延暦寺でございます、はい。まあ、そんなのがねすぐそばにあるこの延暦寺と日吉大社の、まあ、玄関口というのがこの駅ですね。なんか石垣があったりとかね、緑もあって、そして地面は石畳になってますあの駅前特有の電話ボックスとか、あの有害図書とか見当たらないですね。自動販売機も駅の改札の向こうにあるんですけども、こちらにあるのはあのセブンティーンアイスですね。なんか若干物足んない感じもするんですけど、これは何なんだろう。水が出たりするやつなのかな。で、駅前にはですねバス停が向かい側に両方にありますね。こちらは高尺交通の坂本比叡山口駅となってます。毎日運行、ここからバスが出てるわけですね。なんかまあ本数そんな少なくないかな、はい。でここにですよ、こういったなんかこう朱色の生垣というかなんかこう立ってるんですけども、これ何なのかと言いますと、日本茶園とここにね書かれておりますけども、書いてるのを読みますと、ね、なんかねお茶の種を延暦24年805年36のこの地に植えられたことが始まりとされ、我が国最古の茶園と称されていますと、ここに書いてあるのは最澄さんがここに最初に種をまいて作った日本最初の茶園だと。だからそこまではこう日本にはこういうお茶の木がなかったのかしら、中国から持ち帰ったということなんですよ。でここで育てたのが始まりとされておりまして、皆さんが今楽しんでいる日本茶もね、いろんな種類のお茶ありますけども、その始まりはここ坂本比叡山口駅のもう隣接している、もう何だったらもう駅なんじゃないかっていうぐらいの場所のところに、この日本最初の茶園があるんですよ。すごいでしょ。これなんです。いっぱい蜘蛛の巣張ってますから、ここで買ったりしてないのかしら。でも新芽のお茶飲んでみたいですよね、ここでね。気になりますよね。とこんなのがあるんですけども、なんだ豪華なバスだな。今なんかこうここの通り工事してますね。山登りの方々もいらっしゃったりしますが、暑いな。あ、ちょっと渡ってみようかな。あ、暑い。今日は日差しがとてもきつい。ちょっと渡りましょう。はい。
こいつだ、タイツを着ている飛び出し坊やだ。あ、水の音が涼しい感じ、いい雰囲気で水が流れてますね。あ、ここなんかいい休憩場所じゃない？石垣があって水の音が聞こえて、大津市坂本伝統的建造物群、建造物群保存地区が近くにいろんな建造物がたくさんあるので、これをまあ残していきましょうという場所ですよということですね。いや、なんかこれ素敵だな。なんかやっぱこうね、比叡山と言いますと日吉大社とともに非常に霊験新たかな、まあ、なんかこうスポットですよね。もうこの登っていくとすぐそこにはですね、あの鳥居も見えますけども、ここにね書いてますよ、比叡山延暦寺ようこそ、石積みの門前町坂本へ。そうです、安納州がありますからね。そして世界文化遺産となっております。よくあの比叡山は京都の世界文化遺産と思っておられる方おられますけども、あの比叡山という山は京都と滋賀にまたがってるんですけども、延暦寺は滋賀です。延暦寺は滋賀ですから、そこをお間違えないように。滋賀の大事な世界遺産コンテンツですからね。そしてそこに行くためには比叡山坂本ケーブルというのがございます。ここで徒歩で15分ほどでたどり着いたところから乗るんですけども、この比叡山坂本ケーブルがもちろんここからまあ近くにありまして、でこの坂を下っていくと JR 湖西線の比叡山坂本駅というのがございます。でそこに挟まれている京阪電車は坂本比叡山口駅、ややこしい、ややこしいよ名前の付け方が。坂本の位置が統一してほしい。こっちは比叡山坂本、そして JR も比叡山坂本なのに、京阪電車だけ坂本比叡山口。なんだろうな、なんかこうここだけ違い出してきたぜ感っていうのが気になりますよね。なんかこうもっとこうあったんじゃないかな、なんかこうね名付け方みたいなのが。ちょっとここも登ってみましょう。よいしょ。ここは何なんだろう。特に何もないのかな。駅前。あ、トイレがあった。そうそう、あのね、坂本比叡山口駅、あのトイレがあの駅の改札の中にしかなくてですね、駅員さんにお願いしてお借りしたりできたんですけど、こんなところにトイレありました、知りませんでした。それもなんかすごく綺麗なトイレ、もう駅から本当目の前なのでここいいかも。あ、なるほど、ここはあの州住みの町、比叡山坂本御朱印巡り坂本観光案内所ですね。ここでいろいろお話聞けるんですね。そして石積み1号、石積み5号、うわ、2から4はどこに行った、もう多分借りられてるのかな。自転車でここの周辺をちょっとうろうろできちゃったりするんじゃない。あ、そしてここがさっき水の音が聞こえたところのこう上の方になるわけですね。うわー素敵だな、中入りたくなっちゃう。うわー、さあこんなねいい日差しですけども、今この辺ね、なんかね歩道を広くする工事されてるっぽいんですよ。そこは何なんだろう。あ、美容室、あ、サロンドスガって書いてるな。美容室なんかもあったりするんですね。もうこのなんかわかんないけど、ここで切ってもらったら髪の毛サラサラになるんじゃないかしら。なんかあれだね、お寺とかの近くだけど、頭のキューティクルの天使の輪が綺麗になりそうな気がするな。さてと、やっぱりこう石積みがね、こう石垣がたくさんありますね。暑いな本当に。
よいしょ。さあ戻ってまいりました。よいしょ。すごい暑さだ今日は。これまだ7月入ってないんですよ、撮影してる日は。このまま行くと夏はとんでもないことになりそう。うわ心配だな。さてさあちょっと日陰に入りまして、ああなんかこう人として生きられる温度になった気がする。よいしょ。さあさあということでですね、今日はぐるっと振り向きまして、はいここに見えました、はいここです。やってきてたのは坂本比叡山口駅、大津にあります京阪電車の駅でございます。非常に駅自体は近代的な作りの駅となっておりまして、まさかですねこの比叡山延暦寺や日吉大社のですね、なんかこう玄関口とは思えないような作りなんですけども、これはこれでこうね、なんかこうコントラストがあっていい気がしますね。なんか意外とねもう雰囲気景観邪魔してない気もしますね。さあそしてまあここがですね、先ほども言いましたが比叡山延暦寺と日吉大社の玄関口ということで、訪れる方非常に多い駅です。1日1000人以上の方がここを利用されてますから、まあね山登りたい、お寺に行きたい、世界遺産に行きたいという方はですね、ぜひ京阪電車に乗ってここまでやってきてもらうと、いろいろですね楽しい経験ができるんじゃないでしょうか。ぜひぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。ということで本日も体重100キロ×1子持ち MC 守屋でした。